奈良女子大学附属小学校は奈良県奈良市百楽園一丁目にある国立小学校。奈良女子大学の附属学校だが男女共学である。前身は1911年に開校した奈良女子高等師範学校附属小学校。対象デモクラシーの影響で二代目指導主事として赴任した木下武次らが自由で民主主義的な教育を展開した。 開校当初から教学である。2004年に現校名となり、2011年に創立100周年を迎えた。校風は子供の自立した学び合いをもととし、仕事、稽古、仲良しを学習の三本柱としている。行事や式典で歌われるのは学習か、伸びていくと奈良の子供の二曲。校歌として制定された歌は存在しない。その他にも行事ごとに、 一年生おめでとう。運動会の歌、音楽会の歌、卒業生を送る歌などがある。各学年に学級、計12学級、月組と星組という学級名となっている。また、生徒数は401名となっている。前期、後期の2学期制を取っている。ありがとうございます。